はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、ドラゴン TK です。いや、ね、今回も新三角章エキスでやっていきましょう。デイゴー、ちょいちょいいいえじゃなくて、はいですよっていうね、うん、では行こう。登場する力すんごい勢いだ。この量の水が襲いかかれば可比城はひとたまりもないだろうね。ないだろうね。今城の命運は水門が握っている状況だ。そこで殿から預かったもう一つの力を使い、水門を壊して川の流れを変えてしまおう。ほう、考えたな。それぞれの力を連携させたわけか。なるほど。一つ一つは部分的な効力しか発揮できない。それを組み合わせて大きな力にする。そうそう、体現を吐くだけの男ではないわね。まあな、後世に語り継がれてるもんな。そうそう、の悪逆非道が違うわ。それは通ったこと。さて、いよいよ柵の山場に移ろう。柵の山場ね。水門を壊して濁流に城を飲み込ます。うん、これもまた陽動の頑張っている間が勝負だ。なるほど。川の傘が増してしまった今、水門はいわば城の生命線。うん、ならば長文へ。あー、マジで全力にてこの場を死守せん。要は長領出せってことね。理解したよ、うん、じゃあ行きますか。十里隊内に、水門付近は防備を固めてやるか。ならばこちらは西と東に分かれて敵を揺さぶろう。そう、西の部隊は俺の進軍を援護してくれ。なるほどね。架空の配置に注意せよ。うん、なるほど。味方部隊ね。よし。お？おお。お、倒したね。よし。あ、俺こっちから。わよはこっちからすか。つか EX。あ、無理。こっちやな。よし。これ OK。よし。よし、これで。そう、マジで無理やんって言うなそれちょっとな、思ったな、ほんまに。マジっすか。よっしゃ、上皮でいけんちゃうか。ちょっと待って。なるほど。オーケー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 。よし、うわ、めっちゃおるがなめっちゃおるがなっていうな。ちょっと待って、効率的にいかんとこれやばいぞうわ、よし、南東の守りは崩した。うん、一旦ない逃げたな。ここで一息ついている時間はない。さっさと先へ進もう。うん、うわ、腹立つな、あそこの武将が。どうだ、よし、いけるか。これでどうだ。あー、200無理か。敵の防備が固いと見るや、味方をすぐ二つに分ける判断力、あの軍師なかなかやるわね。なるほどね。普通自分を手薄にするのはためらうものね。ははは。逆に言えば手薄にする危険を犯さなければならない。難攻不落だということ。陽動が敗走する前に水門を抜けるだろうか。さあ、わからんよってねえ、あれ、今日もちょっと行かして。え、何行けへんの。え、何無理なの。え、どういうこと。しゃあないな、これ。こっちにやるしかないわなっていうな、うん、よし、逃げた逃げた。よっしゃ。で、よし、防御からので、こっち行くわ、うん、ここで。よっしゃ、よっしゃ、107か107かっていうな。あー、これちょっとやってもらったな。 EXP 持ってかれた、架空に。
走らないか。てか12体いないやろ。いけるか。それが不安やわ。あれ、あ、いけた。ああ、はあ、あの下行ったらあかんな。どっちかから行くか。まあここ行けば、こっちからちょっと。さあ500はいいね。よっしゃ、なんか今アホって見えた感じ。お、いいね、素晴らしい。よし、霊感はお、で、これでよっしゃ、いいやな、手取りええねんな。よし、おお、ようやくいけるぜ。長飛、鉛筆と長飛様のお出ましだ。おっしゃ、いくぜ。おっしゃい、エネミープレイ、うん、26、35、おー、28、おー、結構、何あれ。えらい、こっちゃで、ほんま。あの高台からの攻撃が厄介だね。せやね、こちらからではなすべなし。別動隊に止めてもらえるとありがたいんだが、東側の部隊を進軍させるには西側の高台の敵を排除しないとダメそうね。なるほど、助け合って進むな。てか12台いないやろ、無理ちゃうか。これほんま思えない。よし、おお、いいね、強敵に。え、で、あれちょっと待って、51、盾兵どこにある。ちょっと待って、盾兵どこにある。あ、まあ、ここです。ちょっと行って、あ、おったおったおった、よかったよかった、あった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 。よーし、いけたぞ。お、いいね、広め行こう。行ったら、おー、けど惜しい、惜しかった。ちょっと G と Q のまでは使いましたけど、まあそこはまあ見てないことにしていただきましょう。よっしゃ、行こう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 。おっしゃ、希望神はできた。いやー、これはいいね。好きやわこういうの。よっしゃ、まあ、あ、30残るんかよ。しゃあない、限定でいくか。しゃあないね。おー、いやー、気分いいね、こんだけいてくれてると。超死ぬ、待ってよ。いやー、意外といけたね。多いから、一時どうなることか思ってみた。
じゃあ攻撃じゃない KO しまするからあとこっち100中だぜ100発100中だぜお、レベルアップじゃん ありがてー先ほどはいいようにしてやられたが二度も好きにさせると思うなお前たちの狙いは私が打ち砕いてやる無理やろ無理やろってそれなほんまよしミスミスあはは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 これで心開く水門を目指せるじゃあ行こう後からの決めるからおお分身すげえお倒したああなるほどあこっから行かれるか行けたらよかったのに向こうからしか無理っぽいねうん、表明は受け入れなさそうやねならばこっちでもいやー縦兵だけあとはあーあそこ無理あそこ無理あそこ無理っすおクリティカル出たありがとういやーいい感じにいけましたね今のはもしはこいつ打ちたいけどもまあ650から30あこっちの方がいいねやっぱねまあ無駄やもんねおっしゃエネミーフェイイエイやめてよっしゃいおらいやめてあぶね怖いマジ怖いお一匹倒した一匹ってびっくりな一匹ってやなどこ向いてるあいつはんこっちやなならばここでせやどうだ36ねしゃオッケーおレベル上がったな今こっちに来てあ無双できるまあうん無双していくかならさあなあほんまによっしゃ家だったらもうこれで生きたんじゃが終わったんじゃがどうだ共鳴できるまあ共鳴しても意味ないけどねっていうねうん12体以内に普通に行けましたねあまあこっちかこっちか残ってないもんねまあこれは別にやっていいやけどじゃあ終わったどうだおおレベル上がった買い物オールフェイスああ お前違うそ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 うお前はよっしゃいけたんちゃうかいやね大変な道中だったがあんたたちのおかげで無事にここまで来られたさあ仕上げの水に働いてもらおうか仕上げの水方はちょっとおかしいんちゃうけどおおすげえいやーみんな出るやん完全なるほんとに水攻めを完遂させた人間がこれほど力を使いこなせるなんて波動の前に比べるべきもないわけ堅牢な城も落ちてしまう
これが5つ集まればどうなるのか。確かに行ってみたい気もするけどな。それな、ほんま。よっしゃ勝利。よっしゃ、今回はこれぐらいにしておりましょう。終わりましょうね。終わりましょうやね。いいの来たか。お、ちょっと待って。おー、いいね、斧。他のやつが来てくれたら嬉しいわ。お、こいつもいいね。10、力12やし。よっしゃ、まあ今回はこれぐらいにしておりにしましょう。ではね、ご視聴ありがとうございました。一応ね、チャンネル登録と Twitter アカウントね、ドラゴンチーム系で活動中ですので、もしよろしければフォローお願いします。ではさらば。